ペガサスハイドです。イリマキトカゲさんの3分間アドバイスです。この絵のいいと思ったところからお伝えします。うまいです、すごいうまい。俺ね、この人の絵好きなんだよね。このイリマキトカゲさん、時々俺のチャンネルに作品を送ってきてくれるんだけども、スリムで美しい女性たちがすごく個性的だし、女の子のキャラクターをね、描く時っていうのは柔らかさとか温かみっていうものがある方が好まれるんだけども、イリマキトカゲさんの世界っていうのはクールでちょっと固めの線なんだよね。だけどそれさえも個性にできてると言ったらいいのかな。自分の絵を魅力的に見せるものに持っていけてるというふうに思います。まあ、イリマキトカゲさんもこの絵精一杯描きましたっていうふうにメールに書いてあったんだけど、それが伝わっていきます。すごく丁寧に仕上げてるなというふうに思うし、この絵に関してはもう俺は何も言うことはないです。イラスト添削動画の評価ではもう A クラスに入る作品だと思います。でこっからアドバイスをするとしたら、このイリマキさんは漫画家を目指してるというふうに書いてあるので、漫画家っていうのは総合的な力が必要とされるのね。キャラクターの絵が描けるだけじゃ相手にしてもらえないって言ったらいいのかな。ストーリー構成力とか演出力とかも必要だし、人物だけ描けたらいいんじゃなくって、背景とかの画力も問われるし、漫画効果のセンスなんかも重要になってくるのね。例えば俺、ハイドチャンネルに送られてきたイリマキさんの漫画なのね。キャラクターは魅力的なんだけど、こうやって背景が出ちゃうと背景のパースがむちゃくちゃなんだよね。でこれは絵描かない人には分かんないと思うんだけど、ここであんまり絵のことわわ言うつもりないんだけども、この教室これ教室の一番前の席の人たちでしょ、でこれ先生でしょ、ここの距離ものすごい長いっていうどんだけ離れとんねんっていうこの高さ。これ多分先生めっちゃ前かがみで机使わなきゃいけなくなるのね。パースもこれ初心者あるあるなんだけど、女の子たちのさ机のパースはこうなんだよね、一個一個。でこの時点でもう間違ってるじゃん。だってこれだったら一人に対して一点通しの消失点が二つあることになるから、一つの景色なのに。さらにこれ先生の机がこうあって先生がこう立っててさ、先生の机にも消失点があるんだよね。さらにさらにだよ、これ床にもこうタイル書いてあるじゃん。でこれの消失点も違うんだよ。もうこれは不思議パラレル空間になってるこんだけキャラクターうまいのになんでっていう風に言われちゃう。今なんかさ、デジタルで背景素材売ってるわけじゃん。ちゃんと正しい空間を作らないと、まあ、これじゃあデビューは厳しいっていうことになるよね。ただただだよ、ウェブで個人的に漫画を掲載したり販売したりするのは俺ありだと思う。今俺が言ったようなこのファーストの狂いって、絵を描かない人には分からない人もいるから、もうこの絵に関しては俺は何にも言うことはありません。ただこれだけ描けるのにこれ以上上に行けないっていうことは、キャラクター以外の画力がないか、ストーリー力がないとか、その辺になってくる。そのあたり振り返ってみてください。